よーし昨日買ったばかりのこの新しい炊飯器これで美味しいご飯食べちゃうぞなんせ今話題の超音波炊飯だって、業者が言ってたからなー楽しみだーえっ、ー、と、洗ったお米をこうやって、えっと、スイッチを、まずお住まいに水入れなきゃ。えっと、水を入れて、よしこれでスイッチを入れるっと、うんんえ、ちょ、 え、ちょ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 っと待って、ちょっと待って、なに、なによ、この音。ちょっと、ちょっと、え、ちょっと待って、これが超音波なのいや、明らかにその、なんか、どっかで聞いたようなことがある声、音、音なんだけど、ちょっと、超音波で聞こえないやつよね、人間には。ちょっと、もう聞こえてるよ、ちょっともう変なのかわされたー、はあ、寝過ごした。はい、どうも皆さんおざます。こんにちは、スコバーす、スカマクビでーす。人形沼の第3回目ということで、えー、前回からのプレイが、ちょっと間が空いてますけども、よろしくお願いしまーす。 ええと、前回が、えー、ライターを手に入れて、これを使って、なんか、ローがついてる部屋に行こうじゃないかってことですけども。これ、部屋暗いってことよね。なんか嫌や,やわ。怖えよ。もう怖い。どこやったっけなこっち側か。ちょっと、ちょっとユカちゃんの様子見に行こうかな。<laughs> この状態で見たら、これ、やっぱり、暗い状態かな。 いや、やっぱり、見に行かなくていい。あのシーンをまた見るのは嫌や。ああ、怖え。あれあ、しまった、上か。ローが、ローがついてるねこの部屋っていうのは2階か。ああ、怖え。マジで怖い。こっちやな。これローかなってこと、ライターで炙ると。 ライターで鍵穴を炙り、ローとかしたとか。ああ、来たー。新しい部屋。とりあえず探索するか。これで急にバーンって来られたらもう無理やで。あ、なんかある。手紙を手に入れた。えええええ,え何この鳴き声。その前にちょっと手紙を手紙。 背景、土田幸男様。少々はつきましたでしょうか弁護士からは、精神的苦痛の賠償として医者料を請求すべきと、コンコンと説得されましたが、<laughs> 泣き声が気になってしゃあない。自活の道も開けましたので、養育費のみいただくことをいたしました。子供たちもカウンセリングのおかげか、最近は元気を取り戻しております。ただ、面会については、しばらく考える時間をくださいませ。また、子供たち同様、私の傷もまだ癒えてはおりませんから。 ところで物置の鍵ですけれども、どうやら千代がピアノの部屋で遊んでいる時に無くしてしまったらしいの。申し訳ないんだけど、ご自身で探してくださいな。<laughs> お体にお気をつけて。川本最高。ああ、お母さん <laughs> そしてこの <laughs>、は <laughs> <laughs> ってこの、 巻き声が消えた。嘘いやいやー、怖えー。もうそういう脅かしは勘弁ですえ、ね。で、確かピアノの、なんか、ピアノのある部屋に、物置の鍵があるって言ってたな。いけとピアノのある部屋ってどこやったっけな違う ピアノのある部屋。違うここかこれを被ったピアノ。この辺にあるってことやろあれ物置の鍵。ご自身で探してください。ちょっとこの辺を調べろってことやろええー、やな。で、こっちにはうわーん。え、え、ええー ちゃんと読んでなかった。しまった。読わずに飛ばしてしもた。なるほど。ここで鍵を、<laughs> もうやや。<laughs> い、今、なんか通った。通りましたね通りましたね あの、なんか、コナンの犯人みたいなやつが、さーってこう逃げていったのを見たよ。物置というタグがついてる。物置物置、物置の部屋なんかあったっけあー。もう手汗がやばいよ。 もな物落ち。物置物置物置これデメキンがある部屋やったろで、これ本やろとか、こんな暗い中ライターつけてさ、よこの子移動できるよなぁ。俺やったら無理やで。ああ、くれぇ。 えこっちかいいかん、行くのええー、石の柵がある。一本だけ倒れている。やだー鍵がかかっている。暗証番号付きの錠が降りて、いる。ロケットの番号が必要だ。知りませんで、モーターボートが置いてある。ここで多分あれだろうなーこれ使うんでしょ お違うのえあれ違うの暗証番号付きの情が降りている。バグわからんでどうかこの風が怖い。風が怖い。<laughs> これ積んだか もしかしてほほほほほほほ。ちゃんと探索しろよな。本当に俺ってやつだよ。お巻きだライトあるし。これで床の部屋あったかくできるな。どうしようか。空は持っていこう。巻きを手に入れた。で、ちょっと、多分なんかびっくりポイントがあるかもしれないけども。あるかもしれないけども。 で、多分、ゆかちゃんの部屋に行くんやろうな。ゆかちゃんの部屋行って、あったかく、しといてあげるけここ。うん。よしっと。あとは火をつけて。よししばらくした部屋もあったかくなるな。ゆか、これで大丈夫だぞ。待っててくれな。絶対、病院に連れてってやるから。えゆかちゃん。 ちょっととりあえずセーブだけしとこう。で、多分もう寝ていいよね。寝さしてよーえもうないでしょやること <laughs> 調べなあかんゆかちゃん。 ブサイクになってる、あの気持ち悪い感じになってるゆかちゃん調べなあかん ?3、2、1。ああ、よかった。あの気持ち悪い映画出なかった。心なしかゆかの表情が和らいだ気がする。よかった。ならよかったよ。ほら、ゆータ、よかったぞ。違うか。えじゃあ、あとはどこ行けばいいんや鍵をした。 うーんうーん。うーんていうか、これについてかい、やってないんだよな。暗号解いてないんだよな。暗号解いてないとか、使ってないんだよな。その、サエ子さんとちーちゃん、ちおちゃんの遺体が発見された。うーん。うーん。これもしかしてやけど、 あの扉の暗号って19、1972年8月でしょ197208みたいな。なんなわけないわなって言いながら試してみるけどな。これで当たってたら、ちょっとこう、なんやろう。シャッ勝又みたいな感じの。ゴーん ちょっと待って。ちょっと待って。嫌な BGM が。この風の音。俺のトラウマのあれやん。スクテてのあれやん。いやいやー。<laughs> もう怖ええ。 これ、休館でしょ休館やから絶対なんか出てくるでしょ怖い。もう怖い。うん。ゼンマイシの時計どっかの置に書いてあった時計ってこのことかしゃあ覚えてへんわん、そんなこと。え、わずかに入っている食料には虫がたかっている。あかんがな。捨てろよ。 汚れたコンロ。シンコは水垢で汚れている。ゴミ箱に灰がたかっている。出られない。虫地獄。怖い。怖い。うん、もうこんな布団星いっぱいやめて。カビ臭い書物がしまわれている。で、このベッド、この布団の、布団の下もカビ、カビが生えてんだろうどうせよ休館超えよ。 怖くない休館なんかあるわけないか。トイレ。緑色の液体が溜まっている。えへへへ苔がびっしり入っておるってこと。ボールが落ちている。ゴミ箱は空本が開いたままになっている。金魚鉢の水は濁っている。魚系多いなえ丸バスバツ日。父様にいいものを見せてもらった。とても美しかった。 父様はいずれ私にやろうとおっしゃられた。ああ、楽しみだ。父様がおっしゃった。あの部屋の鍵は父様以外は持てぬのだと。合鍵は枕の中に隠してあるとおっしゃった。持ち出してもすぐにバレるのだから決してせぬようにと父様の言い付けは守らねえばならない。丸月、丸、えー、月、罰日。綺麗な色のものを拾った。何のか分からん。水槽に入れて飾りとした。魚たちも喜んでいるようだ。何のこっちゃえ。 おうおう、お同じ、同じかい。ああ何よ、今んくそ、何なんだよたまに、誰かに見られてる気がする。相当疲れてんなの、私。俺も疲れてる。え,え結局え、何頼む、脅かしかよ もう鍵がかかっているまだいけんのもうさっさと出たいんですけどピアノがある。竹本ピアノ。おおオフィリア。ここにもオフィリアか。どんだけ好きなんだよ。うん。俺、それも、それは同じ、同じ子も。オフィリア、オフィリア、マジ、 マジなんだろう。マジラブみたいな感じなんかヘドロみたいなのあるな暗いし、登るの危ねえなうも、もう、も,うも,うもう、もう帰っていいですかね、これ。とりあえずな、あ、でも、違う。帰ったらあかんわ。なんかこの枕、えっと、枕だったっけ あの部屋の鍵は小さながい持ってるの。合鍵は枕の中に隠してあるとおっしゃった。ってで、枕あるやん。ここじゃないと。多分、あの、なんか、布団めっちゃ敷いてたところの枕やろうな。枕の創始。春は明け物。冬は、冬はなんだ 夏は、秋は、竹城。<laughs> 何言ってんだ俺。もう怖くておかしくなってます。ということで、もうとりあえずちょっと、もう今日はここで、もうセーブしとくもう次回ます。ということで次回よろしくお願いします。以上、かまくでした。ご視聴ありがとうございました。 お願いしますお疲れ様でした。